衣装似合ってるべ。大人なオラにぴったりのワイルドな衣装だべさ。だべ？うんうん、あんちゃんなら分かってくれると思っただよ。この服はエリザベスパークに代々伝わる由緒正しいもんなんだ。ここぞという時にしか着ねえから、よーく見といてけよ。あの半蔵って人、すげえ威圧的で怖かったべ。変わった格好してたけど、何者なんだべな。闇の住人？なんかかっこいい呼び方だべ。あんちゃんもああいう格好したいべか？オラはいつものあんちゃんが好きだけどな。ありがてえな、こんなことがあるなんてな。おら、こんな大きい恩をどう返してけばいいんだべか。本当だべか。確かに無理するよりはその方がいいかもしんねえな。いろんなとこへ行商に行って、いろんな人たちと話して、そんでなんかできそうなことが思い浮かんだらやることにすっぺ。送ってくれたカルミナのプロデューサーに感謝しねえと。牧場に温泉作られた時はどうしたもんかと思ったけど、困ってる時に助けてもらえるのは本当にありがてえな。どこで温泉始めるって知ったのかはわかんねえけど、普段からしおしおは頑張ってくれてっけど、こういう時も助けてくれてありがてえな。ゆっくり療養させられねえのが本当に申し訳ねえ。よしよ、そう言ってくれたべ。本当にいい子だよな。たとも甘え続けるわけにはいかねえからな。オラも頑張っていくべさ。
見捨てられた監査官、少し哀れだったべ。それにしても半蔵って人はどこに消えたんだべ。同情する必要なんかねえはずなんだけどな。そんな感じだったな。なんかの魔法だったんだべか。王宮騎士団も見つけられてねえんだから、相当のやり手だったんだべな。いやー、オラたちそんなのによく勝てたな。あの鎧を着て牧場の警備をしてくれるリンリン、うわ、想像がつかねえな。残念ながら、お母さんからもらったもんって言ってたな。そりゃ確かに大切にしときたいのもわかるべ。言ってるのがリンリンじゃなきゃな。やっぱりまだ夢見てるような気分だべ。リンリンは本当に優しいよな。サボってるだけの子じゃねえってのは分かってたけど、ここまで頼もしいとは思わなかったべさ。マリマはいっつもひたむきに頑張ってくれてありがてえな。みんなにはもっとリマリマのいいところに気づいてほしいもんだべさ。牛と間違えられるようなことがなくなるといいな。温泉喜んでくれてよかったな。やたらに派手だけんど、そこも含めて楽しんでくれてるみたいだべ。オラたちにとって牧場の景色はなんてことねえもんだけど、町の人たちにとっては珍しいんだろうな。牛たちもいれば
もっと楽しんでもらえたんだろうな。